医療系とか看護師の方とかにはドイツ語系のこういった隠語が意外と多いみたいですね。はい、こんにちは。今日は隠語のパート3ということで、前回の動画を見てない人、または、初めにですね、隠語って何っていうのを説明しているので、もしよかったらその動画を見てください。はい。で、今日はですね、医療系の話ですね。医者、看護師の方で、使われている隠語を紹介します。エッセンと拾うっていう、この2つなんですけどね。エッセンって何っていうところなんですけど、エッセンってね、食事休憩ですね。食事休憩のことをエッセンと言うそうです。で、このエッセンってね、なんでエッセンというのかというと、ドイツ語のエッセンが関係してるみたいですね。日本のお医者さん、医者の方とかね、病院の中では結構カルテにドイツ語を使ってたりとかするみたいなんですよね。なので、結構医療系とか看護師の方とかにはドイツ語系のこういった隠語が意外と多いみたいですね。で、エッセンっていうのは、ドイツ語のエッセン。これが食べるっていう意味なので、食事の休憩に行くっていうことをエッセンと。それから拾う。これがですね、また変わってという、ことでね、言われてるんですけども、もともとはですね、ドイツ語でシュテルベンって言うんですか？これ死ぬという意味らしいんです。シュテルベンっていうのを日本人が聞くと捨てるっていう意味に聞こえるんですね。で、それを捨てると、で、捨てるからさらに変わって拾うっていう風に、言い方が変わって、どんな意味になるかっていうと、患者さんが、亡くなった時に、自分が働いていた、それを拾うと、言うんですね。拾うはもともとピックアップですね。拾うはもともとピックアップですけれど、看護師の方が病院内でね、自分が働いている時に患者さんの死に会った時、拾うと言うということですね。だから患者さん、自分が働いている時に患者さんが亡くなったという意味で、拾うというふうに隠語で使われているそうです。その看護師さん同士で話しているとね、こういう言葉は特に直接的な表現を避けた方がいいですよね。だからこうやって隠語が使われるということですね。はい。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。何か聞きたいことがあったらですね、コメント欄で教えてください。